深堀事件は、元禄13年12月19日から12月20日にかけて起こった、非善国天領長崎において、長崎会所の役人と非善国佐賀藩、深堀領の武士の間に起こった騒動。これにより双方に死者を出す騒ぎになった。別名、深堀騒動、長崎玄関、大夫寺坂事件、長崎玄関騒動、深堀義士伝とも、大夫 寺坂深堀鍋島家は、佐賀藩鍋島市の家臣であり、藩内文家、藩内市藩に相当し、長崎の南1 0トルほどに位置する深堀領八千国を治めていた。佐賀藩は、福岡藩と交代で、長崎の警護役を務めており、主に深堀鍋島家がその任に当たっていた。高木彦右衛門は、江戸時代の長崎で町年寄りなどを務めた町の有力者であり、 幕府の仕事も請け負い、町人階級とはいえ苗字立て脇を許されていた。当時の当主は高木彦衛門さだちであり、淵知米は80票だったが、実際は10万国の大名以上の経済力を持つと言われており、江戸に下って将軍に礼拝している。事件は12月19日の昼、長崎。 本博多町にある王と寺坂において、深堀寮の家臣の深堀三江門69歳と、老井の柴原武江門59歳の両名と、初の男村の宮参りのお祝いでこの日に祝宴を、張った長崎会所役人、高木彦江門の家来の居酒屋から始まった。三江門の深堀家は、深堀寮鍋島家,家一族で、筆頭画廊の家柄である。折からの雪で、足場が悪く、 当時69歳の三江門がついていた杖が払った雪解けの泥が、彦江門の使用人の僧内という人物にかかった。二人は、比例を浴びたが、遠赤帰りの僧内達はこれを許さず、口論になった。この時の居酒は、現場近所の人間の仲裁で一旦収まったが、夕刻になりうらご当にあった、深堀鍋島家の倉屋敷に、高木の家来十数人が乱入し、 三江門と武江門のほか、屋敷に居合わせた者たちに暴行を働いた上、大将の刀を奪った。深堀川も黙っているわけにはいかず、三江門の息子で十七歳の河江門賢治以下十名が、深堀領から長崎へ向かった。昨日の相手出しカサル子を、大果てしカサルと詰め寄る三江門と武江門に対して、彦江門は、屋敷の門前で停止制で謝罪し、佐賀本藩の長崎聞き番である。 以下がリエモンも、恩敏に済ますよう働きかけたが、収まらなかった。深堀藩士10人に、三エモン、ウエモンの二人を加えた合計12名が、翌2日未明に、西浜町にあった、高木彦エモン屋敷へ打ち入った。門番を切り殺して、大門を開け、門内に侵入すると、外からの火星を防ぎ内からの逃亡をさせないために、再び門を閉め裏口も固めた。 屋敷に準備してあった弓の弦は切断され、槍も投げ捨てられた。彦右衛門も刀を持ち出し汚染したが、討ち取られ死亡。高木川では、当主と事件当事者の総内、屋敷にいた喧嘩ら合計9名が死亡。深堀衆は、彦右衛門の首を切断し槍先に突き刺して、深堀屋敷へ引き上げた。城島次郎衛門以下9名も後から駆けつけたが、すでに彦右衛門は撃たれていたため、 戦闘には、不参加であった。なお、三衛門は、高木邸の玄関の式台で、武衛門は、中島側にかかる大橋で、それぞれ切腹した。しかし、死後二人の遺骸を検視したところ、腹部に、切り傷がなかったため、切腹したのではなく仲間の深堀衆から、切り殺されたとする説もある。長崎危機器番の伊カが忠達に、長崎奉行所に事件を報告。過労。 タシロ・キザ門とと共に口上書を提出した。差出人名は最初に打ち入った10名であった。武業所は高木屋敷周辺で聞き取り調査するにつれ、実際に打ち入った人数はもっと多いのではないかと考え、これを問われた。深堀側は後から駆けつけた9名も人数として追加した。一方、深堀屋敷警護のために佐賀藩本領から家来、 足軽数十名が派遣された。当番の長崎奉行であった、林忠明は、将軍、徳川綱吉、川用人、柳沢義康以下の江戸幕府首脳に、これを報告、判断を仰ぐことにした。高木氏は、長人とはいえ幕府から不知米八十票を受け、幕府の仕事を受け負っていた、いわば幕府関係者であった。対する深堀川は、 監督責任がある鍋島氏の本家は、戸様大名の大半であり、徒党を組んで暴れることを戒めた、武家諸法との違反行為でもあった。戦議には、柳沢義康のほか、安倍正武、牧野成貞も参加。深堀鍋島家当主、菅左衛門の先祖、鍋島茂剣は、島原の乱では抜群の働きをしたのだから家来も、当時の強みを残しているのであろう。 今度の死議もいささか強すぎた働きだったが、鍋島の家父であるゆえいた仕方ない、と宣議は武士である鍋島家側に、事件からおよそ3ヶ月後、幕府からの沙汰が決定した。翌年3月、深堀屋敷にて奉行所立ち会いのもと、10名の切腹が行われた。高木彦八郎は、その後、大村で死去したとされる。処罰が、 極めて軽いものに止まったおものをなべしは、逆に武士の一分を示したということで賞賛を受け、祝賀に訪れるものさえもあったという。五島列島へ流された、9年後の法永6年に、綱吉が亡くなったことによる恩赦で、深堀へ戻ることができた。現地では、毎年、藩士の命日に法要が営まれている。この期間時、先の再退が問題となった。 流刑先で再退していたことが、公となると当人たちは愚か、深堀鍋島家や鍋島本藩、ご当主にも迷惑をか。この事件は、江戸をはじめ全国でも、大きな話題となり、その様子は、元禄世間津田な風文集、大室中期、葉隠れ聞き書などにも記されている。深堀藩主たちの打ち入り手順を、後の元禄赤江事件の赤浪子たちが参考に、 したとする伝承があり、関連して、深堀藩士たちが流刑となったとを列島の、区下島には、赤浪士の一人である、寺坂吉右衛門の墓所とされるものが存在する。残り八人とは別に一人区下島に流刑とされた、柴源和右衛門に、寺坂が、打ち入りの際の聞き取りにやってきた、とする伝承であるが、あくまで伝承の域の話である。この事件の起きた背景として、 深堀鍋島市は従来、荒野義瀬戸を通る長崎入港の貿易船から、霊物を徴収する慣例があったが、長崎町人によってこの観光を犯す何らかの事態があったためとも言われている。また、事件の原因として、福岡藩と交代で務めていた、長崎系森役の負担が重かった、武士である鍋島市側の当時幕府から重く扱われ、羽振りも良かった。 商人階級の高木氏に対する厭査、嫉妬などの不満もあったのではないか、とする説がある。高木氏の淵前は八十票ではあったがそれは、幕府からの淵であり、深堀鍋島氏は、武士とはいえ、幕府から見た場合、戸様大名家の家臣、すなわち売審である。さらに、高木氏の実収入は十万国の大名並みであったと、され、名字盾脇を許され、長崎奉行が交代し、 長崎入りする際、佐賀、福岡両藩の関係者は、長崎郊外の峠までおき迎えなければ、ならなかったが、高木氏は、屋敷の門前で出迎えるなど、町人である高木氏が重んじられていた。長崎出身の町人学者、西川助賢が、その著作、町人能において、武家に生まれんことなおなお迷惑なり、一生君に恐れ疲れかへて、心のいとまなく、 妙利を第一として、人の目を驚かし、いかめしき振る舞いを楽しみとせんよりは、ただこの町人こそ、楽しけれと書いているのは、この事件を通して得た長崎町人の町人感、武士感を示していると言われている。東の今下町に向かう坂道は、元画六年にミゼリコルギアの跡地に、大音寺が建立されたことから、大音寺坂と通称された。下六は それぞれ三十国と十二国。名前は、諸説あり、文献によっては、またすけとき助すけとなっている。奪われた刀は、後に、以下がりえ門の終戦で返却された。八戸後の長崎市導座長、浜町。キラコウズケのの屋敷に打ち入った赤狼老子は、この時の深堀藩士たちの戦法を参考にしたとする、伝説がある。元禄世間話風文集より、愛悪は、 大島義や、総内を含む、この9人は、打ち入りの際に殺されたとも、その前に逃走していたとも言われる。長崎県の地名日本歴史地名台三4 3 2 2 6から227ページ。株式会社長崎で島206ページ。長崎歴史の旅。長崎県の歴史239ページ。ありがとうございます。